あ、中断期間を経ておよそ2ヶ月ぶりの B リーグ第9節長野対大宮の一戦です。さあまずは前半の31分です。滝沢ためてこのシュート、太田からのこの滝沢へというボール、一回ためてそしてシュートを放っていきました。大宮のゴールキーパー望月もナイスセーブを見せました。0対0で折り返した後半です。48分長野のシーン、太田からこのクロス預けて、そして最後榊原のシュートでした。新加入現役高校生の榊原、この試合活躍をしました。そして60分です。大宮のシーン、こちらも新加入大島のクロスから最後は高橋、これはゴールポストに直撃という惜しいシュートとなりました。そして72分です。長野榊原から滝沢リオの左足、これはクロスバー直撃、枠は捉えていましたがゴールとはなりませんでした。80分大宮のシーンです。大島がこの岡本との1対1制して、最後自らシュートを放っていきました。これは長野のゴールキーパー伊藤入也のナイスセーブ。大島もこの試合活躍をしました新加入の選手。そして89分です。長野小沢のこのクロス、奥津頭で合わせましたがこれもバーの上、惜しくもゴールとはなりませんでした。ヨギボー WE リーグ第9節 AC 長野パルセイロレディース対大宮アルディージャメントスの一戦、90分を戦って0対0、スコアレスドローの結果に終わっています。